チャオ、あっちゃんです。今日は5月の16日のあっちゃん家の晩ご飯。何もない。ってことでね、お弁当とかに使うのに冷凍のね、食品、冷凍食品買ってやんのね。次のお弁当ってなかなかないから、使わちゃわんとね、また霜とかね、変な冷凍室の匂いとかつくから、それで晩ご飯にします。はい。はい、それだけやったらちょっと物足らへんからね、じゃがいもとわかめで味噌汁作ります。はい、じゃがいもを、薄切りしてね、水にさらします。はい、でこれ水捨てます。はい、2回ぐらいね、水捨てて、水がね、濁ってたのが取れたら OK。 それでもう火にかけます、そのまんま。でここにね、だし、はい、いつものね4倍麺つゆ、よいしょ、固い、ね、適当なのかな。はい、これでね、沸騰するまで煮ます。で生わかめ洗います。はい、洗ってつけときます。水につけて戻します。はい、でね、沸騰したら味噌汁の中に入れます。はい、はい、煮えたってきて、じゃがいもが柔らかくなってきたらわかめ入れます。でね、ちょっとね温度が下がるから、煮立ってきたら味噌入れます。はい、煮立ってきたから味噌溶かしていきます。私もカメラ持ってると無理なんで溶かしていきます。はい、できました。冷凍食品の山です。チキンの何やったっけな、チーズチキンやったっけと、チキンの、もうチキンばっかりで、チキンのバジル炒めと、鶏のねつくねみたいなと、あとね熊本産のトマトと、これあっちゃんガーデンで採れた初キュウリです。はい、あっちゃんガーデンの初キュウリを今日は、食べたいと思います。でお味噌汁はわかめとじゃがいものお味噌汁です。では食べたいと思います。はい、できましたっていうことで食べたいと思います。今日はね、残り物消化、残り物消化晩ご飯です。ご飯も、冷やご飯チンした。冷えてももちもちで、甘くて美味しいんです。でそれをもう一回チンして温めても美味しい。いいお米はそうやって食べても美味しいんだよ、幸せですよ。はい、ということでね、お味噌汁、薄切りのじゃがいもとわかめ、おいしい、久々にお味噌汁作ったね。今日ほら火使う料理なかったから、全部レンジでチンやから、簡単にできます。味噌汁久々に食べたくなって、ではね、お弁当用のチキン、これも間違いないからね、おいしい。あっちゃんガーデンの初キュウリ、取れたてキュウリ、おいしい、あっちゃんが作った自然の恵み、めちゃくちゃおいしいです。これね、素朴に塩だけかけた、最高です。じゃあね、毎朝ね、お水あげて育てた甲斐がありましたというところでしたね。はい、これなんだよ、チキン、チキン違う、これポテトや、ポテトの中にね、トマトかなんか入ってるのかな、こんな感じ、
そうですね。もう少々いけよ。たまにね、お弁当に入れるのに買ってもさ、2人分で2個とかしか使わへんから残ってくるね。ずっとほっといたら傷んじゃうし、霜みたいなついてね、臭くなるんです。だから時々ね、って食べないと食べない。でもね、お昼ご飯とかに使ってあげて食べるんだけどね、弁当作ってお出かけしてもいいんだけどね、なかなかそんなものがなかったりする、うん、おいしい。うちの子供ちゃんもね、じゃがいも大好きやからね。味噌汁どう？どう？味噌汁は。もう食べてないの？美味しくない？うまっ。じゃがいもやこれ。うん、これあげるわ。美味しくなかった。弁当に入れたのと美味しいって食べてたのにさ、今日は美味しくないって、倍落ちてんのかな、うん、あ、いいよ。食べ、美味しいから、うち取れちゃってるから。食べた？美味しかったよ。違う？買ってくるキュウリと買ってくるキュウリと違う。やっぱりね、取れたてで新鮮やからね、みずみずしい商品。でも初キュウリやからちょっと細いんよね、うん、味噌汁はうまいな。味噌汁おいしい。どうか味噌汁はめっちゃおいしい。嬉しい。今日あっちゃん作った味噌汁だけやもんね。キュウリは食べてよ。食べた？食べて。これうちで取れたキュウリやから。食べて。どう？ボコボコしてるよ。もちゃくちゃチクチクやね。もう取るとき手以来ぐらいチクチクしとってんね。これが新鮮なキュウリ。美味しいやろ、キュウリ。新鮮やったやろ。あとで一本キュウリ食べさせるわ。もう一本はね、日本取れたから。ね。味噌汁はおかわりあるよ。ご飯はないけど。おいしい。コツはね、じゃがいもに皮がついてんの、うん、皮ついたままスライスしてんの、うん、うちの子は皮が好きなで、じゃがいも何でも野菜はみんな一緒やねんけど、皮と、ね、身の間に栄養があるからね、皮口いく方がいいんだよね。ただね、じゃがいもは土ついてるからよーくね、たわしでこすらんとあかん。食べ、きゅうり食べ。これからキュウリは丸ごときゅうり食べたい。味噌汁、味噌汁。
昼おかわりしてる。うん、これさ、あっちゃんが作ったやつをおかわりして喜んで食べてくれて、すごい感じね。嬉しいわ。具材 と、最初にあのめんつゆ入れる量が間違うとダメになっちゃう。あこがね結構味噌やねんけどね。でも目分量な。使う具材によってあの出汁の量ちょっと変えるんよ。うん、これはね缶。トマトいらん？キュウリあがったら食べてまうよ。トマト欲しい？トマト入れてあげる。味噌汁もう借りらん？ごちそうさま。あっちゃんはもうこの辺でごちそうさまにしたいと思います。ヒカルもね お味噌汁おかわりして、うん、ごちそうさま。今日も今味噌汁の代わりしてもうね一杯分ぐらい残ってるのがおさわりおかわりするかな。もし繊維がたっちゃんが飲んでしまいます、おかわりしてもらったら、食べてもらう、喜んでるからね、はい、ということでね、うん、あっちゃんが作ったやつを美味しいよって食べてもらうのはすごく幸せですということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。すごい雨降ってるな、はい、ではまたね、この後ねまた何かデザート食べたいと思います、はい、またねバイバイ。